人間知性論は1689年に出版されたイギリスの哲学者、ジョン・ロックの哲学書。ロックは20年かけてこの著作を書き上げ、近代イギリス経験論の確立に寄与した。旧約は人間語性論。本書の構成は以下の通り。本書の中心的な主題は人間の知識である。人間の知識が どれほどの範囲内において確実性を持ち得るのかを明らかにすることが重要な問題であり、ロックは内省的方法によってこの問題の研究を行っている。このことによって、ロックは人間の理解がどのような対象を扱うのに適しており、またどのような対象には適していないのかを明らかにすることを試みる。つまり、本書、人間語性論は、 あらゆる事柄を明らかにすることではなく、人間の行為に関連するものを知ることを研究の目標としている。ロックは、基本的な視座として、知識の限界を識別することで五星を観察対象とする。そして観念が発生する起源、五星が観念により得る知識の性質と範囲、そして信仰や、見解の根源について順に検討する。ロックは、 正徳論を批判し、観念が発生する以前の心の状態が白紙であると考えた。あらかじめ感性のうちに損しなかったものは、知性のうちに損しないのである。観念はそれ自体が複雑なものであっても、すべて経験に由来するものであると捉えられる。つまり、外界から得られた感覚現象とそれへの心理的作用により観念は発生しており、それが、 語性に材料を提供している。観念には単純観念とそれを組み合わせた複合観念があり、その内容には物体の客体的性質と物体に対する主観的内容が含まれる。ロックは客体的性質について第一性質と呼んで個体性、延長、形状、運動、数量などの単純観念を生み出すが、後者は 第一性質が人間にもたらす作用に過ぎない。観念の記憶として言語があり、ロックは言語を観念の典型的、または抽象的な形態として使用させる手段として把握する。知識は観念よりもさらに限定的なものであり、観念と一致、または不一致の知覚である。このようなロックの議論は経験論の立場から知識の源泉である。 関連の発生とその形式や内容について明らかにし、言語や知識との関係性について説明を試みている。フランスのピエール・コストによる人間知性論のフランス語訳は1700年に出版された。この翻訳本によってジョン・ロックの経験論はヨーロッパ大陸へ普及した。人間知性新論を書いたドイツ人ライプニッツや ジョン・ロックの経験論をフランスに根付かせた。コンビアックもオリジナルの英語本ではなく、コストのフランス語翻訳本で学んだ。イギリスに滞在して、ロックと交流のあったコストは、フランス語訳を刊行するにあたりジョン・ロック自身の、講閲を受けた。ただこの書には、ロック独自の用語やマインドとソウルの微妙な、使い分けなど、フランス語で正確に対応する語彙のない箇所もあったが、コストは、 番を重ねながら改善を続けた。ボイルやニュートンなどイギリスの自然科学はすでにヨーロッパ大陸に伝わって多大な影響を及ぼしていたが、このコストのフランス語訳があって初めてイギリスの経験論も大陸で幅広く認識されたと言っていい。ありがとうございます。